ヨハン・シュターデンはドイツのオルガニスト、作曲家、いわゆるニュールンベルク学派の創始者としてよく知られている。シュターデンはハンス・シュターデンとエリザベート・レーベレの間に生まれた。彼の正確な誕生日はわかっていない。1581年のニュールンベルクで生まれたと考えられており、記録には1581年7月にヨハネス・シュターンなる人物が洗礼を受けたとある。18歳にして、 すでに非常に有名となっていたシュターデンは、町の教会の一つでオルガニストを務めていた。1604年までには、バイロイトの宮廷に、オルガニストとして雇われており、この年に結婚している。シュターデンは1605年に、クルムバッハへと移された宮廷に1610年まで、泊まり、ノイエ・トゥッチ・リーデルや、ノイエ・トゥッチ・ガイストリヒエ・ギャザングなどの世俗的歌曲集を出版した。 おそらく1610年にバイロイトに赴いたと考えられ、翌1611年までにニュルンベルクに戻るとそこで彼の娘が洗礼を受けた。1612年6月、再びニュルンベルクを後にしたシュターデンはドレスデンに入りハンスレーオハスラーの公認として宮廷オルガニストに就任した。これを1614年から1615年頃まで務めた後、 1616 16年6月20日に、ニュルンベルクのシュピタル教会のオルガニストとなったが、同年内にカスパー・ハスラーの後を継ぐ形で、ローレンツ教会へと移った。ついに1618年には、ニュルンベルクで最も流行る音楽職であった、セイゼーバルト教会のオルガニストに任用される。シュターデンは1634年に没するまで、この職に止まった。シュターデンの作品は、 多くが印刷された作品集の形で残されている。最初の出版作品は、世俗的歌曲集、ノイ・エ・チュッチ・リーデルと同名の、ノイ・エ・チュッチ・リーデル、ビーナス・クラントス・スレインである。楽曲は簡素なリズムを特徴としており、火星的にも単純で、対法的手法は使われていてもごくわずかである。同じく複数の曲集を出版した宗教的歌曲についても同じことが言える。 他の宗教的楽曲には強く興味を引くものがある。1616 16年のハーモニー即来にはドイツでは最初期に位置付けられる宗教的コンチェルトが収録されており、オブリガート風の通奏低音、独立した気楽伴奏、ニュルンベルク伝統のソロコンチェルトといった概念が導入されている。これらの特徴は他の宗教的合唱音楽集にも見受けられる。しかしながら、 基礎となる様式はモテットのままとなっている。シュターデンの気楽曲は約200作品あり、様々な舞踏の形式を取り入れているだけでなく、ドイツで最初の気楽ソナタも書かれている。こうした作品はニューランバーグミュージックロンジリンと称する演奏家グループのために作曲されたのではないかと思われる。シュターデンは教育者として高い名声を得ていた。 彼が、ニュルンベルクの伝統を生み出すのに果たした役割は、大きく、弟子のヨハン・エラスムス・キンダーマンがその伝統を、ゲオルク・カスパー・ベッカー、ハイン・リヒ・シュベンマーを通して、ヨハンパ・パッヘルベルへと伝達したのである。シュターデンの門下には他に、彼の三人の息子や、知られていない、ニュルンベルクの作曲家たちがいた。シュターデンは、若い音楽家を指導することで、 いわゆるニュルンベルク学派を確立しただけでなく、1620年代から1630年代には、ニュルンベルクの街に捧げられた新曲の評価をする仕事も行っていた。ザムエル・シャイトのガイストリヒエ・コンサートンもそうした中の一つであった。注釈、ありがとうございます。